はりこの秋楽しめるというとやはりこのやはりフラワイン大月といえばお花なんですが、はい、さあ今日そんな楽しめる園芸レッスンは何をしてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、前回に引き続き、寄せ植えをするんですけども、はい、今回はダブルデッカー、ダブルデッカー、はい、もしくはトリプルデッカー、トリプルデッカー、はい、もう初めて聞く単語ですね。ちょっとね球根を、うまく植え込んで、はい、長期間にわたって、お花が楽しめるように寄せ植えしてみたいと思いますので、はい、ぜひ教えてください、はいはい、お願いします。さあそれではダブルデッカーについて教えていただきます、はい、先ほども寄せ植えというふうに言ってましたけど、はい、ダブルデッカー、トリプルデッカーってどういうものなんですか。はい、ダブルデッカーっていうのはですね、確かイギリスで走ってるバスの名前なんですけど、2階建てバス、観光用の、よくテレビに見ます、はい、おしゃれなやつですよね。そうそうです。あれをダブルデッカーバスといって、要はその2層の植え方をダブルデッカー、なるほど、そういうことなんですか。 そうなんです。で、それをもっとこう飛躍して、3層にするとトリプルデッカー、はい、まあ、ですので、はい、今日はこういう長い鉢使うんですけど、この中に層を分けて球根を、2層だったらダブルデッカーで、3層だとトリプルデッカーというような、この仕組みをですね、土の中に作ってあげる、はい、ということをですね、今日やってみたいと。で、これから植えられる長期間、来年の春まで植えられるものってやっぱり限られていて、で毎年ねパンジーとかビオラで、ガーデンシクラメンはもうこの信州だと霜が2回ぐらい降りるともうダメになってくるので、まあ、なかなか難しいんですけど、はい、でパンジー、ビオラ、ハボタンとか、まあ、そういうものが植わってることがほとんどだと思うんです、冬場は。でちょっとそれだけじゃ面白くないので、はい、それで冬を通してもらって、春先に植え替えることなくその隙間から、まあ、この春の芽が出てくると。わー、素敵いうことですね、はい、いやこう2段階で楽しめるっていうのはね一番いいですよね。いや面白いですね。面白いですよね。結構毎年普通にパンジービオラ植えちゃうとちょっと楽しみないですけど、そのやり方によって、球根の順番によって出てくる時期も多少ずれますので、こういう楽しみはやっぱりねいいですよね。いいですね、はい。さあそれではお花がもう球根と用意されてるんですけども、はい、ご紹介お願いします。はい、まあ地上部ですね、植えるものは、はい、この虹色スミレという、ものだけにしてみました。まあ、ですので本当はもうちょっとねなんか、アリッサムとか、まあ、そういうお花もあるんですけど、やっぱり冬越しができないお花になりますので、今回はシンプルに上は、虹色スミレが、咲き乱れて、っていう感じですね。でこの虹色スミレっていうのは面白いスミレでして、はい、本当にこう虹のようにこのグラデーションがあると、もう本当彩り豊かで、これだけでも目がもう楽しめますよね。黄色に紫に、はい、白にピンクにって、本当に7色の色がグラデーションで入っていて、そうですね、うん、でこれの特徴としてまだもう一個ありまして、寒くなると色がはっきり出てくる、はい、で春先やったくなってくると柔らかい色合いになってくるっていう、そういうのいいですね。なので、色合いを作らずにいろんな種類植えてみようかと思って、なんか全種類違います、あ、そうなんですか、色合いが。でこの、ね、虹色スミレはどういう色になっていくのかなっていうのをそれぞれ見て楽しんでもらうように、まあ、全然違う色で、ご用意したと。なんか寒くなるのも楽しみになりますね、それだと。そうですね、うん、まあ、普通はね色が変わっていくってことは、
ありませんので、うん、あの見てて面白いと思います、はい、さあそして球根が2種類あ3種類ですね、ありますけどもまあ、あのこれが今定番のチューリップですね、うん、昨年チューリップやりましたよね、はいはい、で、これがムスカリ、はい、これはこのような藍色のお花が咲くんですか、はい、そうですね、この色合い の、 あのブルーが特徴的なムスカリですね、うん、でこれがのヒアシンス、まあ、球根もこういうふうに大きいですけど、うん、大きいですね、これはヒアシンスの、球根でこの3つを使ってですね、はい、やってみたいと思うんですけど、うん、どれから出てくると思いますか。いやー、やっぱりそうですね、やっぱ球根って言ったらヒアシンスから出てくるんじゃないかなって思うんですけど、案外、はい、そう言われると、うん、あの気づいたら出てるじゃないですか球根って。はい、出てます。どれから出てたかなと思うんですけど、うん、この3つでは、はい、この順番です。どれが一番なんですか。このムスカリ、ヒアシンス、うん、でチューリップですね。そうなんですか、はい、まあ、ちょっとこっちが早めに出てここが多少ずれるぐらいの感じです。やっぱり球根の大きさが違うからですかね、まあはい、まあ、やっぱり大きい方が遅いっていうイメージはやっぱありますね、はい、で、このムスカリとこの順番をですねちょっとイメージしながら、うん、これから植えていきたいと2人で、はい、はい、思います。よろしくお願いします。それでは、下準備をしていきたいと思います、はい、まず球根ですね、はい、今これチューリップ、ムスカリでヒアシンスですね、はい、はい、があります。で、あのこのチューリップ今あのこのテープ外したんですけども、はい、まあ、実際はこのままでいいです。このまま植えちゃって。あ、このままでいいんですか。はい、でもこうわっと出てくるタイミングをうまく合わせるには、この皮は取った方がいいとは言われてます。で皮を取るとですね、はい、発根が促されて、同じようなタイミングで咲いてくれるということで、ちょっと今回は皮を外して、はい、なるほど。あ、意外となんか卵の殻よりも結構簡単に剥けるもんなんですね。で、カサカサしてますよ。あの炒めるぐらいになったらつけといてください。炒めるぐらいならつける、はい、うん、なるほど。これはそのムスカリもヒアシンスも同様な作業をしていくんですか。そうですね、うん、ちょっと取りづらいですね。そうですね、この、チューリップのこのテープも全部取った方がいいですね、はい、取った方がいいですね。で、ここの下にぷくっとした部分があるじゃないですか、はい、ここからの、ね、この硬い部分から根が出てきますので、本当はその皮のあたりを取った方が発根がしやすくなっていいって言われています。なるほど。じゃあ極力この根っこのに当たるこの下の部分、ね、尻の部分をきれいに取った方がいいっていうポイントなんですね、はい、まあ、でも花壇植えにするときは量もたくさんあるので、あのそのまま植えるだけでいいと思います。なるほど。ちょっと取りづらいので、あのちょっと傷つけるぐらいだったらあのやめましょう、はい、はい。じゃあちょっと優しく作業を進めていきます、はい。下準備整いました。綺麗に剥けましたね。そうですね、はい、あの正直こんなに綺麗に剥いたのは初めてです、まあ、実際植える時はパパッとやっちゃいますよね、はい、こんなに綺麗に剥けるんだろうと思って自分でもやっててあれなんですけど、うん、まあ、ちょっとここら辺はもうざっくり、まあ、チューリップだけうまくタイミングが合えばいいかなと思いますんで、はい、この状態で植えていきたいと思うんですが、はい、まずあの一応球根のダブルデッカー、トリプルデッカー用に深めのやつにしてあります。
でまずこれに軽石ですね。はい、じゃあこちら用意できますので入れていきます。ももくらいまで入れますか。そうですね、このぐらいですかね。3、4、5センチいかないぐらいですか、ね、私入れすぎですか。いや、いいと思います。だいたい3センチ、2センチぐらい、これぐらい入れていきます。続いてですね、はい、この土を入れていきたいと思います。はい、これは肥料と培養土ですかね。そうですね、花の培養土と、うちの特製の肥料のおしべですね、これを混ぜて、土を作っていきたいと思います。はい、大体6対4ぐらいの割合で。そうですね、いいんですかね。やっぱり球根系もありますので、はい、で長くやお花が植わっている状態になりますので、ちょっとしっかりめに肥料を入れて、はい、じゃあしっかり混ぜました、はい、で混ぜたらですね、はい、土を入れていきたいと思うんですが、はい、どのくらいまで入れたいんでしょうか。半分ぐらいまで入れてください。半分まで、はい、はい、じゃあ土を入れていきます。はい、じゃあこれがまずは一番底の部分。そうですね、第1層って呼んでいいんですかね。第1層ですね、はい、このぐらいでしょうか。半分ぐらい、これぐらいでいいですか。ちょっと半分より少なめですかね。イメージで言うと、はい、ここにチューリップ、でここにヒヤシンスですね、で一番上の層にこのムスカリが来るので、こんな感じですかね、イメージは。だいたい1センチぐらいしか差がないんですね、はい、そうです。で植えてく土を入れてく目安なんですけども、はい、ここのてっぺんが若干出てるぐらいで一回土を止めて、はい、で、ヒヤシンスいくと。あ、なるほど、はい、そうですね。ちょっとじゃあチューリップを入れてみましょうか、はい、もうちょっと入れてみますかね。もうちょっと土入れた方がいいですか、ね、はい、これはやはり発根が遅い順番が一番下の底に来るってことですよね。そうですね、まあ、やっぱり出にくいものの方が深いですよね、やっぱり深植えというか、深植え、はい、じゃあこれでちょっとチューリップのご説明をしたいと思います。はい、じゃあ球根を植える前にまずはどのように植えていくのか、はい、一度確認をお願いします。フォーメーションですね。そうですね、フォーメーション、はい、大事ですよね。よろしくお願いします。はい、こういうふうに、配置をしてみました。まあ、丸い鉢にですね、はい、四隅に、虹色スミレを置いてですね、で、中心に、このヒヤシンス、で、手前のこの隙間に、ムスカリがこう出てくるように、で後ろの、とこにチューリップがこう高さを出しながらこう出てくるようなイメージですね。なので、ムスカリが咲いてヒヤシンスが出てきて、出てきた頃にチューリップの、葉っぱの芽が出てきて、で最後チューリップが咲くというような、形で、今日は植えてみたいと思います。はい、さあそれでは早速植えていきます、はい、じゃあ初めに植えていくのは球根なんですが、どれを、はい、チューリップですね。チューリップですか、はい、はい、じゃあ先ほどの位置だと、はい、こっちが前だとすると後ろ側ですかね。そうですね、うんうん、でここら辺に割りますので、はい、虹色スミレがその両サイドですね、うんうん、でチューリップは葉っぱの出てくる向きがありますので。おー、そういえばそうか、昨年やりましたね、はい、でこの平らの部分とですね、うん、こう上から見ると膨らんだ部分と平らな部分がありますので、うん、その方向を、合わせてあげる、と綺麗に、葉っぱが重ならずに、出るということですね。わかりますかね。これが膨らんでる部分で、こっ
ちがへこんでる部分、わかるかな、はい、はいですね、じゃあそれを頭に入れて、はい、ちょっとこういう同じ風に出るようになりましょうか。はい、結構鉢が思ったより小さいので、うん、どうだろう これでいいですかね。そうですね、いいですね、はい、はい、じゃあ今このように植わっています。はい、で貼ったら、植えたらですね、はい、ここにありますよっていうシールをちょっと貼っておきましょう。なるほど、ここにありますよ。土かぶせちゃうから分かんなくなりますよね。そうですね、はい、じゃあテープで印をつけまして、はい、そしたらですね、はい、次ヒヤシンスを植えるんですけど、うん、植える前に、3層の中の1層を埋めたいと思います。はい、でこれでチューリップの頭、はい、本当のこの先っちょが出るぐらいまで埋めてください。はい、じゃあ作業続けていきます。はい、こんな感じですかね。私もうちょっとかな、ちょっと見えますかね。うっすらとなんかここら辺にあるなみたいな。あー、本当だ、そうですね、できました、はい、私もこんな感じで、はい、はい、まず第1層が完成しました。はい、はい、じゃあ次に2層目ですね、はい、でこれがあのヒヤシンスですね、はい、おそらくこの色味だと濃い色のヒヤシンスだと思うんですけども、はい、はい、じゃあこれを、植えます。で基本的には尖った方が、上ですね、うん、はい、これ真ん中に植えます。はい、中央に植えていきます、はい、で、ヒヤシンスの層もこれで、はい、ました。はい、はい、あ、ちょっと難しいですね。はい、さあ、はい、でヒヤシンスの層もこれで閉じます。はい、これは土はどのくらいなんですか。でこの次のラインっていうのは、はい、虹色スミレをもう植える底のラインになりますので、あ、今ちょっと頭が出てる状況ですけど、はい、もっとかぶせちゃっていいんでしょうか。もうちょっといってもいいですね。もうちょっといってもいい。今日はこのこれが植わった時にこの鉢のところにウォータースポット、水があげた時に水がたまるような余裕があるかぐらいを上に残したいっていう意図ですので、はい、例えば今この状態でこれを植えるとですね、こういう感じになりますので、ちょうどまあここら辺が、うん、水がちょっとたまるかなというようなですね。ここら辺ちょうどいいと思います、うん、じゃあこれで、はい、じゃあ今、はい、このぐらいまで植えていきました、はい、でこれで、はい、虹色隅ですね、はい、これを四隅に、四隅に、はい、入れます、はい、入れていきます、はい、でパッとこうやった時にまだ根がこう細かいじゃないですか。うん、あんまりね崩さなくていいと思います、この状態だったら。なるほど、はい、じゃあそのまま、あ、でも確かにこう置いていくときにさっき今テープで印をつけたので、はい、わかりやすいですよね。わかりやすいですね。虹色スミレを植えていきます、はい、さあそれでは虹色スミレが、はい、終わりました。そうですね、さあ続いての工程が最後の球根なんですけども、はい、ムスカリですね、はい、これ、はい、もう土入れちゃったんです。どうやっていくんですか。あのムスカリは一番浅植えでいいので、もう土かけるってよりは押し込むような感じですね、はい、なるほど。でここの前ぐらいに、ムスカリが来るという感じで押し込んで、こういう風に見えますかね、押し込んで、はい、で押し込んでここ周りで土かけてあげるような、完全
に覆ってしまう、はい、完全に覆うぐらいでいいです。だいたいこれだと3つぐらいでいいってことですかね、はい、そうですね、まあ、2つ植えて、はい、もうちょっと中心部寄りにもう一つ植えてやろうかなと。でムスカリやっぱり葉っぱがこう細長いので、はい、ちょっとこうだらんとするので、まあ、前へこう垂らすような感じでできればいいかなと。はい、じゃあムスカリを植えていきます、はい、この後の管理方法なんですけども、はい、どんな場所に置いたらいいんでしょうか。やっぱりねちゃんとね外に置いてください。外、はい、やっぱりそれは寒さに強いからってことですか。やっぱり球根系っていうのは寒さを感じないと、あったかい時に春が来たと思わないんですよね。なるほど、まあ、ですので、まあ、この虹色スミレもですね、寒さには強いですので、しっかりと寒さに当たるような場所で、まずは管理していただくということとですね、あと水やりですね、はい、それすごい気になります。どのくらいの頻度がいいんですかね。でやっぱりね これをやる時の難しいところが、土が縦に長いじゃないですか。はい、であんまり水をあげすぎると、土の量が縦長くて、まあ、球根が腐る原因になったり、この虹色スミレがですね、はい、ダメになりやすいので、ちょっと指をしっかり入れてもらって、乾いてたらしっかりあげるというようなニュアンスの方がいいかもしれないですね。なるほど、じゃあ指を入れて乾いてたらちょっとあげるくらいの、はい、何も考えず毎日あげすぎると良くなくなる可能性があるというぐらいの認識で上げてもらえばいいと思います。はい、はい、3つできました。はい、ここに2つ、この間にもう1個入れて。あ、なるほど、その間に入れたんですね、はい、結構ムスカリの色が好きというか、ね、綺麗な色ですよね、はい、お写真だとね綺麗な藍色していて。そうですね、あとはしっかりとヒヤシンスとかが真ん中から出てくれるかって感じですね。あ、そうですね、結構これ来春には、わーっとこうなってますので、その見えるまで上に上がってくれるかっていうところがまた見どころだと思うんですけども結構この虹の隅ではかなり苔って花がいっぱいつく花なんですか。パンジー寄りじゃなくビオラ寄りなんで花数はたくさんつきます。あ、そうなんですか、はい、やっぱりパンジーってインパクト強いんですけど、一輪一輪が大きいので、一輪なくなるとちょっと寂しいなっていう時期がありますけどこっちの方は大丈夫ですので。そうなんですね、はい、もう2週間ぐらいしてくると、まあ、少しずつ苔ができますので。お、楽しみですね。はい、じゃあこれから初めムスカリが出るところはどのくらいの時期目安にしたらいいですかね。まあ、3月ぐらいですかね。おで、その後に、ちょっと1ヶ月ぐらい遅れるんですかね。でチューリップ、ヒヤシンスが出てくるということですかね。今日はこれ佐藤さんにプレゼントしますので。え、あ、本当ですか。またいいですか。経過を写メでよろしくお願いします。 ありがとうございます、はい、いや嬉しいですね。ちょっと自宅で楽しみたいと思います。そうですね、はい、じゃあ本日はこのダブルデッカー、今日3層なので、まあ、トリプルデッカーの寄せ植え方法を教えていただきました、はい、ありがとうございました。お世話になりました。